アエトナの推定位置アエトナの推定位置アエトナは、シケリアの古代都市で、エトナ山の南斜面に位置していた。もともとは、シケル人の都市であり、イネッサ、または、イネッスムと呼ばれていた。シュラクサイの選手ヒエロン一世は、刀の住民をレオンティノイに移住させて、刀にはドーリア人を居住させ、名前もアエトナと変えていた。ヒエロンの死後、刀のドーリア人は、 自然の防御力に優れたイネッサに撤退し、そこを占領して名前をアエトナに変えた。このため、アエトナではヒエロンが都市の建設者であるとされていた。ただアエトナの名前はあまり使われなかったようであり、トゥキディデスも依然としてイネッサと呼んでいる。アエトナはシュラクサ祭が支配し、強力な守備兵が置かれていた。紀元前426年に、 アテナイの将軍ラケスが攻略を試みたが、失敗している。アテナイのシケリア遠征時には、アエトナとその近隣のヒブラゲレアキスは、シュラクサイの同盟都市であり、その郊外がアテナイ軍に略奪されている。おその後、シュラクサイの政情が不安定になると、アエトナはその要塞としての立地の良さから重要性を増し、ディオニュシオス一世に反旗を翻して敗れた。 シュラクサイの騎士階級の人々がアエトナに逃れてきた。しかしディオニュシオスはカンパニア人傭兵部隊を創立してシュラクサイの選手となり、その直後の紀元前403年にはアエトナム彼が支配しカンパニア人が入植した。彼らはディオニュシオスに忠実であり、紀元前396年にカルタゴがシケリアに侵攻した際には多くの都市が カルタゴ側に寝返ったにもかかわらず、アエトナは、シュラクサイとの同盟を維持した。紀元前396年に、シュラクサイに民主派の要請によって、コリントスのティモーレ王がシケリアに上陸し、アエトナは攻略された。この時から、ローマの政治家、キケロの時代までアエトナに関する記録はない。キケロは、アエトナを非常に重要なムニキピウムであると繰り返し、述べている。 その領域は、シキリア属州で最も豊かな国葬地帯の一つであった。しかし、シキリア総督、ガイウスウェッレスとその官僚のカレン中級に、アエトナ市民は苦しんでいた。ダイプリニウスも、シキリアのポップやライスタイペンディリーの中に、アエトナに名を挙げている。プトレマイオスの著作、アントニヌスの旅程表にもアエトナが出てくるが、その後の歴史といつ破壊されたかは不明である。 アエトナがあった場所に関してはいくつかの疑問がある。ストラボンは、ケントリペの近くで、旅人が通常山を登る場所であるとしている。しかし別の節では、刀からわずか80スタディオンと述べている。アントニヌスの旅程では、刀からもケントリペからも12ローママイルとなっている。刀とケントリペの間にあったことは、ドキディデスの著作でも確認できる。しかし、 これら正確なデータがあるにもかかわらず、その正確な位置は特定されていない。シチリアの考古学者は、サンタマリアディリコディアにアエトナがあったと一般的に考えている。確かに防御に適した地形ではあるが、刀から離れすぎている。ドイツの地理学者、フィリップ・クルーファーは、ニコロージのやや上のサンニコロデルアレイな修道院がある付近と推定しているが、標高が高すぎ、 刀とケントリペを結ぶ道路が、このような高い場所を通っていたことはない。プロイセンの歴史学者、コンラートマンネルトはパテルノーの北東 4km に、ある、エトナ山のふもとの丘の上のカストロと呼ばれる遺跡が、アイトナであると述べているが、これは、各条件に合致している。マンネルトの説は、現在の学者のほとんどが支持している。アエトナのコインは、かなりの数が現存しているが、 ほとんどが銅貨である。銅貨には人物のフルネーム、オームが刻印されている。銀貨の数は非常に少ないが、いくつかの刀の銀貨に似ている。銅貨とは異なり、略したエイトンの文字が刻印されている。ありがとうございます。